郎さん、お疲れ様です。はい、はい、お疲れ様です。いや、最近なんか結構本の動画伸びてるじゃないですか、はい、で視聴者の方も結構〇〇の本紹介してくださいとかこの企画好きですみたいな来るんですけど田畑さんがさっきあの撮影前に言ってたあの本の読み方っていうのが大事なんだよって話めっちゃ良かったんで今回それ動画にしたいと思ってます。基本ビジネス書じゃないですか、僕が紹介してんの。小説とかだったらまたちょっと違うんですけど、ビジネス書だという前提をもう置いちゃうと、僕が一番まずバカだなと思うのは、本を読む時間がないって人いるんですよね。僕そうですね、時間がないなんて言い出したら当たり、まあ一般の人はそう、何でもできないってのはそうなんだけど、本なんてさ3時間あったら3時間の読み方、3分だったら3分の読み方、極論30秒だったら30秒の読み方ができなきゃダメですよ、社会人に。読み方ってどういうことですか？ビジネス書の場合なんか目的があってやってることじゃないですか。新しい投資先として有望なものないかなとか、あるいは今度の来週の A 社の提案に向けてなんかネタないかなとか、 DJ 風に言うとヒップホップの DJ 風に作りたい曲の頭の中のイメージがあって、その自分が必要なドラムサンプルのループの一小節だけを探しに行くみたいな曲の聴き方をしてるような感じなんですよ、僕の。だから一冊丸ごと漫然と最初から最後まで読むなんて、なんバカの暇人になることだよ、はっきり言って。全部読んじゃダメなんですか、本。本なんてさ最初から最後まで読むやつバカだろ。アダルトビデオをさ最初から最後まで早送りなしで見てるみたいなバカだよ。それめっちゃわかりやすい。アウトプットが大事なんです。アウトプットがピュッてまた下品だっつって怒られそうな。これはまあ、うん、はい、みんな好きだから、とにかく見ておしまいじゃなくて、そこからなんか情報をワンフレーズ拾ってきて引っ張ってきて引用して提案書に入れるとか、そういうことが大事で、漫然とずっと見てるとかバカだと思うよ。そんな字面をずっと追っかけてるとか。田原さんはこうどうやって読んでるんですか、本。買うとこからちょっと聞きたいです。買うときはぶっちゃけ面白そうか興味ありそうだったらもうバンバン買っちゃいますよ。だけどそのまま読まないですよ。読まなくて置いとくんだよ、ほとんどの場合は。そうなんですか。もちろん買う場合もなんか今具体的になんか提案のためにとか、この会社の顧問のためにとか、なんかそういう目的があってやってるか買ってる場合は、僕その場合急ぐから、そしたら Kindle が多い。 Kindle じゃなくて買う場合はなんとなく面白そうだなとかっていうぐらいの時は買って、そのままこうやって積んどくってやつですよね。めっちゃ積まれてますもんね、うん、これでも積んどくといつかご利益みたいに、僕は本っていうロマンを信じてるんで、この物体としての本からなんかバババババってなんか出てて、それをアロマみたいに浴びてるとなんかいいことあるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。森林浴とか言うじゃないですか。あ、確かに。森の中をさ、はい、なんか歩くとさ、なんか森の葉っぱとかから出てるさ、その分かんない、マイナスイオン、はい、そういうものが出るみたいな感じで、僕は本からはなんかそういうような頭が良くなったり、なんか面白いことが情報が入ってるみたいなマイナスイオンがどっか出てるよなと思って、まあこんな本とか読むわけないじゃん、マクルーハンの本。それ何なんですか。メディア論の学者としてはもうそのイエス・キリストみたいなことなんですけど、ただパラパラでもさめくったことがあるっていうのは大事だよね。これは0と1の違いは無限大みたいな形で、すごいこういうのはもう超基本書っていう感じなんですけど、こういうのはちゃんとご利益があるから買って置いて、たまにパラパラめくる。電子であんま買わないんですか。電子で買うこともあるけど、こんなん絶対電子で買っても読まないよ。あとトイレに置いとくっていうのもいい手ですよね。あ、トイレに。トイレに置いといて、うんちしながらパラって適当に開いたとこだけ1ページか2ページだけ読んでまた戻す。ああ、やってるんですか、それ。家でやってる時もあります。あ、そうなんですね。それは隙間時間だから別に無目的になんかパラパラパラっていうのでもいいんだけど、なんつうんですかね、なんかこうがっつり読むときに、なんか多分僕目次から見るのかなと思ったんですけど、いや目次は、はい、多分本屋さんに行って本買うときは目次見ますよね。まず表紙見るでしょ、はい、で目次見て、はい、で著者の経歴見るんですよ。経歴見るんですか、うん、著者の経歴めっちゃ大事ですよ。まあこれ別にこれはロバート清崎は知ってるけど、はい、著者の経歴見るんですよ。まあこう例えば前田さんだったらで表紙見て目次見て著者の経歴見るじゃん。で、あとパラパラパラって見たらもう大体もう30秒ぐらいで買うか買わないか決まる。例えばどういう経歴だったら買わないですか。どういう経歴だったら買わないってことはないんだけど、買う経歴はこう単純になんかおもろそうって思ったからかなって思う。だから誰が何を言ってるかじゃ。誰がはあんまり意識したことなかった。本っていうのはでも基本的には著者があって当たり前だけど書くもんだから。確かに。結局誰が書いてるかってめっちゃ大事なんですよ。当たり前ですけど。当たり前ですけど、なんか僕も見出しというかカバーで決めてました。俺なんか逆にさ目次以上にさ人の経歴マニアなんですよ、僕って。なんとなく、へえー、
でいろんなさ著者のビジネス書の経歴とかでさ、なんだこういうことかみたいな、例えばこれだったらニューヨーク大学のこの経営大学で MBA で、ね、取って、その後ローマの教皇調律大学で哲学と神学を学ぶ、だって。でもそれって矛盾しているように見えて、人間の欲望っていうものは、人は他人の欲しがるものを欲しがる。この本最近僕面白いなと思って買って、ピーター・ティールってあのペイパルマフィアの親玉みたいな。すごい、なんかデザイン好きですね、うん、僕。でもこの人はみんな誰かの欲望を模倣するってことは、もうこれ哲学的な領域ですよね。ちょっと自分は自分で何が欲しいか分かってないんですよ。人から羨ましがられることをしたいと思ってるんですよ。あ、確かに。大半の人間って特にこれ言うと燃えるけど、女子、ちょっとやめてください。なんで燃える発言やめてください。なんか別に割と女はそういうところはある。確かに、うん、僕、まあ、目次見るって言ってたじゃないですか、うん、さっき。全部どうせ読むんで目次とか見ないですよね。だから時間がないんじゃない？あ、そうなんですかね。なんでもう全部読むの？全俺それ本当わかんない。え、なんかせっかく買ったんで。時間の方がもったいないよ。前もだから俺ラーメン屋に並んでる時の話もしたけど、はい、ラーメン代以上に自分の人件費っていうか、そのタイムイズマネーだから、時間が無駄に使われるってことの方がなんか意味がわかんない。あ、そういう考え方なんですね。本っていうのは自分で時間軸を選んでいいメディアだから。ところが、まあ、映画ってだからめちゃくちゃ贅沢な時間の使い方なんだけど、映画館で映画見るときって早送りとか自分でできないじゃないですか。確かに。その分でも映画監督って、だからこその伏線とかの張り方ができるっていうことで考えたら、でなるほどそういうことだったのかって思うと思うんだけど、それって逆に言うとめちゃくちゃその映画監督とかのことをあらかじめ信頼してるってことだよね。そんだけの自分の時間を預ける価値があると思ってるってことだから。本なんかだから一番時間軸を自分で選べるんだから、そういう意味では好きに読んだらいいと思うんですよね。てかどんどん飛ばしてもいいと思うし、飛ばされて読むことに対して著者が怒るってことはありえないですよ。大事なとこを飛ばしちゃってるかもしれないじゃないですか。あ、それはあるよね、もちろん。あ、だからパラパラめくりながらでも、ここ大事だなってピッて指が止まるっていうのも大事な能力で、多分 だから俺目疲れて肩凝るんだと思うんだよ、ね。まあ、だからあとはこうやって折り目つけていくやつとかは大体あれだよね。折り目つけちゃうんですね。うん、本を折るの結構なんか抵抗ないですか？全然。あれだろ、ブックオフとかメルカリとかで売ろうみたいな、そういうスケベ根性があんの。俺なんか全然そういうの ないから。ブックオフで売れないなとやっぱ考えちゃいますよね。いや、なんかさ、別に本なんかさ、それ使ってなんぼのさ、こすってなんぼの DJ のもうあのレコードみたいなもんだと思うから、傷つけてどうこうとかって言ったってしょうがないじゃんみたいな。売らないにしてもなんかちょっと傷つけたくないっていう感じはあるんですけどね。なんか物なんで、物自体に価値なんか別にないじゃん、こんな。どうせまた買えるし。本当に大事な1ページだったらビリッて破ってさ、常に自分の胸ポケット入れとくみたいな、おまじないだと思って使った方がなんかまだなんか効き目ありそうな気する。いや、めっちゃ名言っすね。これとかもタイトルで俺買ってるよね。事実はなぜ人の意見を変えられないのか。どういうことでしょうか。Twitter とかでさ、よくさ、はい、なんか変なデマとか陰謀論みたいな人に対して、ビシーってエビデンスあるんですかとか、なんかあなたの感想じゃないんですかみたいな人に対してさ、エビデンスあるわって言ってバシーって貼ってもさ、大体それでその人が意見変えるってことはないよね。確かに。むしろ変な斜め上の方向で反論してきて炎上するみたいなことが多いから、タイトル見た瞬間に本当にそうだよな、本当そうだと思うわみたいな。中身読んでないですけども、はい、そのだけでジャケ買いみたいな感じです、ね。ああ、まだ読んでないですね。読んでない。いや、気になるな。これ本屋さんにじゃあ行ってるんですか、タバさん。もう最近ないけど、まあ、月1回ぐらい行ってますよ。であとアマゾンでもバンバン買う。これもいいタイトルだよね。はい、俺もずっと持ってたの。石油の埋蔵量。石油ってあと40年でさ、掘り尽くされて地球上からなくなるって小学生の頃に習った記憶があって。で俺今40年経って48歳じゃね。今でもまだ石油の埋蔵量40年か50年かって言われてるんですよ。それそのまま伸びとるやないかみたいな。誰かが意図的にそう発信してる可能性は、いや、わかんない。別に嘘ついてるとは言わないけど、新しい油田って見つかるから、次から次にあやないし、こうやって埋蔵量に実は統一の定義はないんですよ。へえ。でもこういうのもさ、僕とか石油会社の株とかも買うの好きだから、エネルギー会社とか、新しい油田が発見されたりするとその石油会社の株とかボーンと上がったりするんだけど、俺からしたらさ、何年分の埋蔵量がとかって言われてもさ、それどうやって確かめたんだって素人ながらに思うじゃん。まあ確かに、地中に埋まってるわけだからさ、はい、これも今読んでないですね。ちゃんと読んでる本の方が少ないよね。そうなんですね。タワーさんがなんかおすすめしてる本とか、おすすめしてる本とかあるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのも全部は読んでないんですか。
おすすめしてるやつは大体読んでるんですよ。ああ、そうなんですね。あのこれとかで、これでおすすめしてるやつとかは全部読んでます。めっちゃ読んでますよ。多分折り目つけてるレベルで読んでる。一応僕もまあメディア屋じゃないですか。そういう時にずっとさ、編集するってどういうことだろうみたいなことがずっとぼやっと考えてるの。10年か20年ぐらい。編集する、動画も編集とか言うじゃん、はい、動画編集とかって言ってる、あのさ、単に切り張りできるレベル、はい、そんなん今時スマホでもできるから、別にそのこと自体は黙らないんだけど、動画を編集するのと本を編集するのと映画を編集するのと、まあ、あと音楽の編集っていうのもあるよ。 DJ なんか音楽の編集者みたいなもんだし、あマスタリングとかそういうのも編集なんですか、うん、で そういう時に、これはウォルター・マーチっていうのはすごい映画で有名な、なんていうの、編集マンです。コッパラとかの映画の編集やってるのよ。んー、地獄の黙示録とかね。なるほどなと思ったのは、なんで編集者を映画の場合独立しておくことが大事か分かります？分かりません。超一流の映画監督と一流の映画監督の境目は、超一流の映画監督は現場で撮った時にさ、映画の撮るのって大変じゃないですか、当たり前だけど。砂漠の真ん中でさ、3日くらいテント張りながらさ、天気待ちみたいなとことかあったりするわけ、極端に言うと。カメラマンっているよね。カメラマンが普通編集したらいいと思うじゃん。そうっすね。ところが絶対分けるのよ、基本的に。あ、そうなんですか。なんでか分かります。俺めちゃくちゃ分かったの、ここら辺を言う。要するに、めちゃくちゃ撮るために現場で苦労した絵っていうのがあるじゃん。当たり前だけど、その断崖絶壁とかさ、トム・クルーズとかさ、よくやってんじゃん、スタントマンなしにとか。ああいうのやってるけど、後で編集して映画2時間とかにのストーリーとしてやってった時に、よく考えたらこのシーンやっぱいらねえなって。あ、そういうことですか。カメラマンのオナニー時に、はい、実際にカメラマンが自分が苦労して撮ってた、必死でカメラ担いで撮ってた絵だったら、自分でやっぱりバシって切れないじゃん、我が子、いや親バカみたいになっちゃうわけよ。そうっすね。ところが編集マンっていうのは観客の代表として現場でどれぐらい撮影に苦労したとかそんなことは関係なく、映画全体のストーリーとか言いたいことのためにそのシーンがどれぐらい効果的か、その目線で見て必要なようにだったら残せばいいし、必要だったら躊躇なく切らないといけない。超一流はそういう時に編集マンがそういうこと言ってきてバサッと、あ、確かにそうだなと思って切れるのよ。でもこれは普通の人にはできません。なんでかというと、切ってさ、仕上がり見た時にさ、そこの現場のスタッフたちからさ、大ブーイングが、監督みたいな、僕らが朝ごとるためにどんだけ苦労したか知ってんすかみたいなで言うんだけど、編集マンは現場に行かないのは、そういう現場の事情なんかもう脇に置いて、観客からしたらさ、苦労したとかどうでもいいじゃん。そうっすね。苦労して撮った映画じゃなくて面白い映画を見たいんですよ。でもこれを現場に行ったらどうしても感情移入しちゃうじゃない。忖度なしですよ、カットとかするために分けてるんですか。そう、とにかく現場の事情は知らずに素材を素材として見ないといけない。そのために不必要なものは躊躇なく切る。それがいくら苦労したとか予算がかかったとか大人の事情はもうどうでもいいと。なるほど、確かに分業するってことでもそういうことなんだろうなとか、まあ、このチャンネルでもそれは結構ありますけどね、うん、あとこれ面白いのは、ウォルター・マーチは実際に映画で言ってフィルムの撮影と今の、まあ、これもそうだけどノンリニアとかいわゆるデジタル編集、ちょうど真ん中の時代の人だったんですよ。で昔ってフィルムって切ってさ接着でつけるから、やり直しやり直しやり直しっていうことをカットアンドペーストを何回も何回もやると、もうだんだんフィルムが傷むっていうかダメになるらしいんですよ。だから何が言いたいかっていうと、昔は編集っていうのにはそれなりに要は決断力がいった。なるほど。ところがデジタルの編集になって、そのこと自体別に彼も悪いとは言ってないんだけど、デジタルの編集って永遠にああでもないこうでもないってやっぱ戻しとかできるじゃない。でこれが本当の意味で映画制作のクオリティアップになってるかって言ったら、うん、まあ、ちょっと正直微妙みたいな。でもまあ時代の流れだから反対はしないけどねっていう感じになって、なるほどって。アナログの良さっていうのは逆に言うと、最初から何回も何回も無限に繰り返せないから、カットしてペーストしてやっぱ戻しとか、その点最初から決断力が必要になってくる。何が言いたいかっていうと、僕割とだからノンジャンルにこういうのもあのジャンル分けして綺麗に並べる人がいるじゃん、 なんか、はい、僕だったらそうします。もう俺はむしろ雑多な方がむしろいい。え、それなんでですか。なんか関係ないものと関係ないものに関係があるように 見せるかけるっていうのが大事なんですよ。そこにつながりを見出すってことが大事なんですよ。これあえてじゃあこう なんですか、まあ、あえてっていうか単に本当にただのあれだけど、偶然っていうか別にその深く考えてないですよ。あ、そうなんですね、うん、なんかここに本当規則性がなんもないないですよね。なんもない。この棚に置いてあるじゃないですか、あの2冊ずつ。これは何でなんですか。あんまり多く入れると下を取りにくくなるじゃん、
ただそれだけ。あ、そうなんですね。別にこっちにあるのが1軍で、はい、こっちが2軍とかそういうわけじゃないです。別に。あ、すごい、めちゃスッキリしました。そういう方向で考えてる時もありますけど、たまに、はい、でも結局なんか1、2ヶ月もしたらなんかぐちゃぐちゃになってますよ。だからこれでいいんだみたいな結論ね。本はそれぞれ皆さん自由に読んでください。時間がないとかじゃなくて、5秒だったら5秒で読めるぐらいの極端な言い方すると形でもいいと思うし、でも一番あとは大事なのは、まあ本を読んだだけで満足しなせずに、はい、アウトプットかな。ドピュッとアウトプットしといてください。もう本当 AV みたいなもんなんで、うん、ドピュッと、はい、AV は写生するために見るみたいなところあるじゃないですか。そうですね。本はアウトプットするために見る。だから AV を早送りしても同じなと同じな OK なように、誰も最初から見ないですけど、 AV にストーリーなんか求めないでしょみたいな。確かに。それと同じでビジネス書はね、特に、はい、なんか本当になんかもっと気軽に本に触れた方がいいんだなっていうのはすごいこの動画で思いました。気軽にって、僕にとって本がそこにあるっていうのは当たり前みたいなことだから、はい、みんなそんなこれから読ませていただきますみたいなことやってんのかね。ありがたいみたいな、はい、重い腰を上げるみたいな本を読むこと、そのうわこっから300ページかみたいにやっぱ思ってたんで。全然なんか音楽聞くのと本読むのと同じぐらいだよね、感覚的に。俺にとっては1週間に1冊本に触れたいなみたいな、なんかちょっと気持ちがあったんですけど、できそうっすね、その読み方であれば。でもとにかく読むことは大事、読むこと自体はどうでもいいんですよ。それでなんかそれをアウトプットして発信する、せめてまあツイッターでもなんか一言でも自分の感想つけてなんか言うとか、実際にその本のフレーズ1行を頭に記憶して、その1行を実際の中で現場で仕事の中で生かそうとか、そういう気構えの方がなんか大事だと思う。あるいは単純にさ、こういうさ雑誌だってさ、漫然とこうやって綺麗だなって言うんじゃなくてさ、よし俺今年の夏ここ行こうかな、そういう風な気構えで、今年の夏じゃなくてもいつか行きたいリストみたいな作ってすればいいじゃないですか。単純にさ綺麗だなじゃなくてさ、この地名をさ、はい、Google マップとかに打ち込んでさ、シドニーから車で何時間ぐらいなんだとか、じゃあレンタカーで行けるかなとか、そういうことで考えていかないと、ただ綺麗だなと思ってもダメですよね。そうやって行動することでさらにこう理解が深まりそうですよね、うん、勉強になります。ホワイトカラーの仕事って頭脳労働じゃないですか。頭脳って言ったって、ただいくら性能が良くたって中にデータが詰まってなかったら、インターネットとかパソコンとかデータベースとか意味がないと同じような意味で、本に限らずですけど、情報をインプットしてさらに自分なりにアウトプットしていくってことが頭脳労働のホワイトカラーの仕事の基本なんで、本を読むってことはもう呼吸するぐらいの感じです。いや勉強になりました。はい、本の読み方等についても田端大学 EX の中でLINE 公式アカウントから語っていきたいと思うんで、はい、ぜひこれからおすすめ本もね LINE から発信することもあるでしょうから、ぜひ皆さんポチッと概要欄から押していただければ、田畑のおすすめ本が届くかもしれません。それ以外はですね、イケてる会社の見つけ方、年収の上げ方、そして綺麗な会社の辞め方、そういったことについても語っておりますので、ぜひこちらからポチッと押していただいて友達になってください。わかりました。はい、ではまた会いましょう。